メガネ珍しい。そう、コンタクトを2ウィークのやつをね、ずっと使ってたんですけど、2ウィークがね、気づいたら2ヶ月ぐらい使ってねっていうことに気づいて、ちょっと焦ってつけるのをやめました。明日新しいコンタクトが届くので、それ待ちですね。やっほー。そう、2ウィーク、気づいたら2ヶ月ぐらいなんか使ってた気がして、ちょっとやべえなと思って。そう、きまるさんだよ。2ウィーク一緒、2ウィークが楽だよね。そうで買い替えました。さすがにやべえだよね。そうで、メガネここ3日4日ぐらいコンタクトで生活してます。ちょっとね、電気がないから暗めだけど。ワンメイク1年使ってる人いた。ね、ちょっと怖いよね。 やりがちだけど、洗うのめんどくて 1D。 1D って何？先週車で追突されて1週間ムチ打ちで動けず、仕事も休んで逆に疲れました。あー、大変大変。大丈夫ですか？車で追突は結構やばいね。あ、ワンデーね。メガネあんま似合わないよ。痩せすぎ？嘘。でもね、前太ったかもって病んでたの、全然ね、太ってなかった。やっほー。ワクチン1回目接種できたよ。おお。私も2回目の接種が終わりました。痛かった。治りました。やっぱね、熱出ました。ワクチン1回目2回目を12時くらいに、お昼の12時くらいに打って、そっから夜中12時間経ったぐらい、夜の12時か1時くらいから、なんか体がほてってきたなぁと思って、熱測ったら7度2分とかで、また1時間経ったら7度9分ぐらいまで上がって。そうで、朝夜が寝れなくて、それでなんか、まあ、1、2時間おきに目が覚めてみたいな感じで、そうで6時とかに、7時とかに目が覚めちゃって、でずっと7度8分、7度9分くらい、そっからでも上がることはなくて、ただなんかずっとほてってて暑かった。なんか暑い暑いずっと言ってた。そう、熱絶妙に出ましたね。今は元気ですけど、2回目は2時に、14時に受けて1時間くらいに暑くて、なんか暑いんだよね。なんか暑くて、かそう、めっちゃ暑くて、暑い暑い暑いってずっと言ってた。暑いのと、でもなんか気持ち悪いとか体調が悪いはあんまりなかったかな。ご飯は食べれたし。38度8分、それはきつい。私8度はね、超えなかったんですよね。一人暮らしの熱しんどい。いやー、しんどいわ。だって誰もご飯準備してくれないじゃん。肩は痛かった。そう、でもなんかあんまりなんかしんどくて動けないみたいなことはなかったかな。薬飲んで治った。そうね、ちょうどガールズデイとかぶってたんで、ロキソニンで。 私これすぐ言っちゃうんだよね。昨日2回目打って今だるい。ああ、今一番だるいタイミングだね。頑張って。暑くてなかなか寝れんかった。ねえ、なんかすごい暑かったの。芯が、そうそう、なんかほてってるみたいな感じだったね。いきます、最初。まあ、私この事情に左右される系の女まで、この位置にあるから暗いのかな。まあいっか。ブルーライトなんか絶妙に反射してます。こんにちは。こっ
照りって感じでしたね。ここ3日ぐらい女捨ててたんですよ、ずっとメイクもせずに。そう、メガネで過ごしてて、今日はちょっと珍しくね、頑張ってメイクしましたけども。金髪やめたい習慣もういつやめたろうかなと思ってます。でも近々友達に会う予定があって、それをねむしろ金髪で行ってやりたいっていう気持ちがあって、 それまでね待っててやろうかなと思ってます。こんばんは、あこんにちはもうちょっとで雪間のお披露目からやね。そう、4年なのよ、あと1週間ぐらい4年が来ちゃいます。37度2分くらいで風邪の初期症状、しんどいね。私その日の昼なんか熱が出た朝で一回寝て、夕方くらいには全然治ってましたね。夕方くらいには元気満々でした。結構ね1回目と2回目の間が長かったからかもしれない。私は1回目と2回目の間が近いと結構きつくなるらしいですよ。そう、4年ってやばいよね。一瞬過ぎた。ついでに私の大学生活も一瞬過ぎたカローラ祭りがデビュー、そう、アステは来てくれたんだ、ありがとう。バーはデビューの頃あんなにちっちゃかったのにいや大して変わらんやろ、今と変わらんわ。いやでも幼かったね、なんか赤ちゃん感あったよね黒髪のショートの時は本当に赤ちゃんって感じしてましたね。視力悪いけど外しても見えるよ、この距離なら見えます。見えるな、この距離なら外していくか。でもなんかメイク濃く見える。今日そんなにメイク濃くないと思ってたのに。ランドセルは背負ってないって小学生じゃないって。口内炎を見せつけていくスタイル、痛い、なんか噛んじゃうんだよね、しかも口内炎を。あの頃センター前、確かにコロナでここ2年何もできなかったね。2年何もできなかったね。まるっともうね2年まるっとでもないけど、ほとんど何もできなかった。そう、昨日痛い、コロナでね本当に何もできなかったですね。今日今年8の日ができてたらなんかこうね今年できたなって感じあったんですけど、まあでも大きいコンサート、チーム8のね最後のファイナルツアーのツアーファイナルだ、ファイナルツアーだってツアーファイナルのやつまで来たし、まあでもなんかこうねちっちゃいイベントとかでみんなにこう個別で顔が見える距離で会えるっていうのはなかったかなって感じですよね。今日在宅勤務してよかった、おーイエイおたかつも停滞しました、そりゃ停滞するわね。でもなんかみんながワクチンの普及率も上がってきて早く自由に出歩けるようにならないかなとは思いますよね。いったんなんか喋ってるとこの口内炎大きすぎてさずっと気になるんだよね。距離が近いイベントは8の魅力、そうなのよ。なんか写真撮ってもらえたりさ距離が近かったり顔が見えたりとかするイベントがやっぱ8って感じがするんですけど、それがないからね、なんかやっぱりあんまりこう活動したって感じがしないな。私劇場も出てないしね。そう、バドミントンイベントやりましょう、やりましょう。私今度友達とバドミントンするんで
多分体力減りすぎて死ぬと思いますけど。しかもね、昼からやるのめっちゃ暑くないっていうね。イベント早ね。口内炎薬塗ってない。こんな大きくなると思わなかった。そうね、劇場はまた2人に戻ってしまったしね。明日バスケするけど、もうすでに怖い。わかる、もう怖い。私まだ1週間は違うか、でも結構時間あるんですけど、もう怯えてます。多分死ぬんだろうなーって、筋肉痛で。てかまず動けないと思う。てか動けないのに無理やり負けず嫌いを出して動いちゃうから、そう死ぬと思う。エイトのイベントでバズーカカメラ始めてみたかな。おお、バズーカカメラってこういうんですね。すごいこんな感じの、違うかな。でもな、本当に写真ね、金髪の私は撮ってほしいわ。もう一生に一回だよこんなの。イベントがね、1週間歩けへん。いやー、わかる。8年くらいまともに運動してない。いやー、私ももうここ3年は嘘。もうコロナ始まってから運動という、あーでも動かなすぎてバドミントン、地域のバドミントン行ったりにはしましたね。ギャル元さん生で見たかった。そう、もうあと1ヶ月、あと1週間くらいかな。これも見て、ほらちょっともうプリンになってきてるの。うん、しのしさんハート100ありがとうございます。エイトの日はレンズの長さ25センチまでだったからまだ可愛い。へえ、そうなんだ。そう、プリン元さんなんです。もうここが、僕も来週2回目。おお、生きてね、生きてしっかり。死ぬことはないよ多分、わかんないけど、いけるよ。髪は切らない。映画の撮影がまだあるんで切れません。金髪にした時眉毛黒のままでおかしかった。わかる。私もちょっと、ね、脱色しないとやばい色になってきちゃったけど、まだ眉毛マスカラでごまかしてます。のきさんハテイカありがとうございます。プリモトさん、プリモトさんだから全然語源可愛くないけどね、響きだけは可愛い。摂取つもりゼロなんやけど。いいんじゃない。それは人それぞれですよね。この辺が痛い。ゆりなちゃん、そうなの。ゆりなちゃんめちゃ髪切ったの。待って、まだ見てないわ。今な、何時何分経ちましたか。こんにちは。5時1分。じゃああと5分くらいかな。ありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。あと1分じゃない。あと1分はもう今ランキング読まなきゃダメだけど、あと5分くらいです。一応ごめん、サクサクしてて。痛い。根元だけリタッチ。そう、でも結局ね、あの映画の撮影で茶色に戻さなきゃいけないんで戻します。
もういっそのこと黒に近い茶色にしてやろうかなと思ってます。20センチくらい、そんな切ったの？マジすごいね。仕事中なんですけど無事。まあ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 落ち着いて。痛い痛い痛い。喋ってる時も口内炎が気になりすぎて話が全然入ってこない。そう、期間限定なの。眉毛嬉しい。そう、なんかね、もう脱色しないとね、金髪だとなんか凛々しく見えちゃうんだよね。でも脱色するにもあとちょっとだしな、この髪色と思って、わざわざ脱色する必要もなーって思って悩んでる。まあ多少してもいいのかな。可愛いね。ごめん、これ一生口内炎が、私が口内炎を一生気にしてる配信になってしまう。期間限定に弱い人はーい。でもなんかあんまり金髪の良さを生かせた投稿とかはできなかった気がする。なんか写真で見ると微妙な色なんですよね、これ。チュン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 。まあ私はワクチン2回目から復活して元気ですよっていうね、ことがね、言いたかったっていうことにしときます。元気ですよというね、とても熱も下がってね。口内炎の時シーブリーズ、嘘。こちらもそういうことにしておきます。ありがとうございます。体温は38度、嘘、37度くぶぐらいまででした。半年後には3回目、ね、でも3回目って副作用あんまりきつくないってニュースでなんかで見た。シーブリーズどんな味なんだろう。確かに苦そう。なんかプリン元さんになったのと、復活したよーっていう、元気だよー、大丈夫だよーっていう、ね、配信。ぼちぼちかな。こんな絵にはチョコラベイビー、もう全種類って最強になりたい。なんか副作用怖。いやもうね、確実にかからない体になりたいよね。口内炎にはトラフル。ちょっと口内炎には何をつけるかがちょっと荒れてますね、コメント欄が。遊びに来たよ、ありがとう。苦い、若干苦いけどすぐ慣れる、最高。本当に本当にシーブリーズ、嘘じゃない、本当に。すごいなんかうざい顔。インフルかかったことがないからコロナもきっとで、インフルかかったことないのすごいね。でも私あれなんだっけ、なんだっけ、コロナ、そう、さ、インフルエンザのワクチン打つ年、毎年大体ワクチン、大体インフルになるっていうさ、ジンクスがあったんだけどさ、コロナに関しては大丈夫なのかな。かわいいよ、言うとく、ありがとう。エイトと中島やめて呼ばれてません、ません、大丈夫、それは全然呼ばれて、中島あやみさんみたいに顔がちっちゃくない、私顔でかこなんで。インフルの予防接種して翌日インフルかかった人だからワクチン不安だった。
ね、なんかさ、ワクチン打つとさ、かかってしかも重症化するみたいなさ、時あるじゃん、たまに。すごく。うちには昔からコノエニア蜂蜜。へえ、なんかいろいろ派がいるね、コノエニアなんとか派。川口春の間違いです。いや、それも違います。インフルエンザくらい、インフルエンザの予防接種って副反応ないのにね、なんでコロナはあるんだろうね。コロナのせいでほとんどインフル出現せず、え、素晴らしいね。やっぱ感染対策って意味あるんだなっていう。子供の頃蜂蜜塗った、え、蜂蜜塗ったらいいんだ、塗ろうかな。チョコラ BB 派。もうすごいな。インフルもあるけど圧倒的にですかね。インフルって毎年結構なあの感染者数とね、死者数を出す。やっぱりでも特効薬があるからね、インフルは。休日で読書してたら配信通知気づくの、くれちゃった。素敵、休日の読書。くそ、だからこの家コバエがいるんですよ、めちゃめちゃ。倒しました。ちょっと待って。コバエがよくいてっていう話をしたかったの。そう、コバエがよくいて、昨日歩いてて、あ、コバエいると思ってガッて掴んだんですよ。そしてコバエ捕まえてて、え、コバエ捕まえてると思ったらそのまま飛んでっちゃったんですよ。多分今今日このそのコバエはここで潰せたと思います。コロナのワクチン副反応、出るくらい強い。そうなんだ。そう、ちょっとね、自分すげえなと思った。だってコバエこうやって捕まえたんだよ。もうめっちゃすごいと思う。捕まえた、絶対捕まえたと思ってパッて話したら逃げてっちゃった。コバエ、え、コバエってこのイントネーションじゃないの。サザエ、え、嘘。無慈悲なとこ好き。まあなんか声は別にいいんですけど、私が許せないのは蚊ですね。蚊、蚊には殺意 100% でいきますけど、まあ、怖いはちょっと飛んでるのうっとしいんでぐらい、まあ、その方が容赦ないか。小さい G、 うわーきつい。同じやつなんじゃない？ G でも G 一匹見たらなんか何十匹はいるみたいな話ない？え、これネズミかな。水素、水草にアブラムシがついてて気づくとコバエが肺に。いやー、あるよね。コバエおらんよ。久しぶりに出ますか、妖精さん。妖精さんがね、コバエがいるとねピク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 するんだよね。それが気になるから、なんかコバエは倒してあげてたいところ。今私が倒したよ、コバエは。コバエ、コバエ、コバエ。めんつゆと、めんつゆに洗剤と水入れておいとくと勝手に中に入っていきます。なんか聞いたことあるかも。ヨセさん、ヨセさん、ずっとね前にいるんですよ。よいしょ、おいで、どっこいし。あ、やーね、やーね、嫌じゃないよ、嫌じゃないよ。すごい嫌らしい。ヨセさんね、意外とどんくさいからね、コバエ倒せないんですよね。かわいさん、ヨセさん、いろんなあだ名がついてますけど、あ、めしょ。待って待って、まあ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 待って、まあ待って、うん、全然ダメなんですよね。の割には毎回前に寄ってくる、ずっとね私の近くにはいるんですよ。これ見て、すっごい抜ける毛。これ一回
ひとつかみでこれだからね。ひとつかみこれですよ。めっちゃ嫌がってる。そう、すごい嫌がる。抱っこ嫌なんですよね。ひとつかみですよ、この量が。すごいんですよ、この子。こうやってね、プスって手を入れてね、抜くんですよ、毛を。そしたらもう、この多分、秒でね、毛玉できる。むしってます、今。剃るか、毛脱毛するか。最近の女子は脱毛がブームらしいぞ。脱毛するか猫にスリスリされただけで結構つくね。つく。ハゲにはなんかざわざわ。脱毛するか、ツルツルになるか、ならんか。すごいけ、あー、かわいい。ゴリアンして、すぐゴリアンするね。猫アレルギーです。だからこの毛も正直早く捨てたいとこ。よし。え、違うです、今目の前でゴロンしたんです。あ、待って、終わろう。はい、ランキングを、いや、ランキングじゃない、キャッチフレーズをやりたいと思います。私が春だけどって言ったら聞いて言ってください。今春だけど、ありがとうございます。徳島と私の魅力を皆さんの元に小林がいる届けに行きます。徳島県代表春本幸です。ありがとうございます。ということでね、ゆうすけかいさん、クリジョックありがとうございます。ハートもありがとう。よいしょ。なおきさん、バラありがとうございます。はるにゃんさん、くりありがとう。全然読んでなかった。じゅんきさん、星ありがとうございます。なおきさんもハートありがとう。ランキングを読みます。13位、しのちさんありがとうございます。12位、のたさんありがとうございます。11位、なかみさんありがとうございます。10位、まぼろしさんありがとうございます。9位、梅こぶ茶さんありがとうございます。8位、うどさんありがとうございます。7位、ぼんごさんありがとうございます。6位、まさゆきさんありがとうございます。5位、ともくんありがとうございます。4位、あれ、まぼろしさんさっきいなかったっけ、私の気のせいか。あれ、4位、まぼろしさんありがとうございます。あれ、私誰かを間違えて読んでる。まいっか。3位、直樹さんありがとうございます。2位、ゆうすけかいさんありがとうございます。1位は元気さんです。ありがとうございます。イエーイ。あ、ランキング変わったんだね。読んでない人はいなさそう。あ、13位中身さんありがとうございます。12位のたさんありがとうございます。11位ピンク亀尾さん読んだかな、ありがとうございます。10位くんくんさんありがとうございます。多分読んだはず。ということでね、ありがとうございます。短い時間でしたけどありがとうございました。なんかもうちょっと夜とかに今度はやるね。バイバーイ。バイバーイ。